エミリーさんブロワー似合いますね。え、ブロワー似合いますね。なんか今から狩りにでも行きそうだよね。みんなで。今日は新しくノアちゃんが来てくれてます。イエーイ、ノアノアだよ。ノアちゃん頑張ろうね。頑張ります。初めまして、カメラ回ってから。はい、自己紹介。高校2年生の川崎しおんです。しおくん、はい、ありがとう。ゆかりのお友達やね。そうです、この前のティーンズの時に一緒になって、一緒にね、はい、今日頑張っていこう。下の絨毯から外すげえ、すごい、いいね、綺麗ですね。こんにちは。めっちゃ綺麗、このままでいいんじゃない。そういえばおはよう、さきちゃんだ。よく来てくれたね。おはよう。よく来た。よく来た。どうもどうも。お待たせしました。今日のメンバーです。兄。マジで。びっくりした、なんか。出てきた。何ですか。おはようございます、皆さん。おはようございます。お集まりくださりありがとうございます。今日はなんか新しい人たちもね、結構いっぱい来てるんで、お互いシオンが今下に、うん、あ、そうかそうか、シオン君教え合いながら頑張っていきましょう。はい、はい、ではよろしくお願いします。イエーイ、はい、食べますよ。兄さん、はい、今日竹出します。竹な、うん、結構人いるからね。そう、この間すごい伸びてたから。何なんだろうか。お、これ、すごい、めちゃくちゃ、めっちゃ咲いてる。コケるね。いいね。めちゃくちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗や。これでいい匂いしかも。若いな。兄、かわいい。最初はさ、ここがさ、埋もれてたわけでしょ。そう、埋もれてたって言ってたよ。やばい、めっちゃ綺麗ですね。撮影会。いいね。いい角度、いい角度。いいね、だから、お願いします。そうね、エミリーさんたち一緒にやってもらおうかな。上、うん、上、はい。みんなやった方が楽しいから。はい。袋かなんかに。あ、これあるんで、で結構あのみんなで集めたりとかしてたりとかして。あ、そうそう、こっちやっていいよ。どうぞどうぞ。すごいね。わあ。のんちゃん、初めて神社清掃。初めてね。思ってたより暖かくて。うん、あ、本当。まあね、今日は暖かいかもね。今日は確かに。どうですか。もう階段がきついで。確かにね、もうちょっと高台にあるから。往復が。うん。今日の意気込みは。今日は筋肉痛になるぐらい頑張ります。素晴らしい。ではでは頑張っていきましょう。ゆりちゃん、ゆりちゃん、ゆりちゃんだよ。ゆりちゃん楽しいね、数字。本当？うん。どういうとこが楽しい？なんかすごい思い切りがいい。なんかどういうこと？なんていうのかな。うん。これが楽しい。ああ、なるほどね。そう。いや、ともちゃんすごい高級の使い方を分かってらっしゃる。あのね、うん、教えてもらった。教えてもらった。エミリー姉様から。おお、伝授。高級使うんだよって。うん。面で吐くね。そう、ドヤ顔されたから。俺もオッケー。オッケー。ドヤ顔でやってる。神主さんから教わったんだよ。そうなんだ。うん。
いやでも本当にありがたいよ。ね、すごいね。なんかあっという間にさ、楽しい。そうそう。綺麗になってんだけど。ね、びっくりだよね。ちょっと驚いてる、みんな早くて。早いわ。あの二人のペア強すぎて。ゆいちゃんすごい。ね。最近ね、この間の神社清掃の時に来て、自分たちも一緒にやりたいって言って、来てくれたの。あ、そうなんだ。うん、いい子だね。そう。嬉しいね。嬉しいんですよ。お父さんも多分嬉しいだろうね。今日の意気込みは、まあね、ちょっとしか入れないんで、まあ俺が一人いた時といない時とは全然違うってことを見せつけてやるぜ、いえ。勇気。いや、ごめん、なんかすっごい変なこと言ったけど、みんなでちょっと頑張っていきましょう。はい。はーい。ピース。ありがとう。いや、今日の意気込みはそこだね。自分の心の汚れを払います。はい。では。はい。良い払いを。ありがとうございます。頑張ります。頑張れ。休憩お返しまーす。はーい。めっちゃ早いですね。掃除のプロ。すごい。めちゃめちゃ早い。ゆいちゃんどうですか、お掃除してみて。楽しい。楽しい。どういうとこが楽しいの？ね、うん、あの最初はいっぱいあったけど、うん、どんどんなくなっていくと、うん、なんか綺麗になって嬉しくなる。うん、すごいね。ゆいちゃんが掃除したとこめちゃめちゃ綺麗だよ。お父さんいかがですか？お掃除してみて、ね、心を洗ってる感じ。心を洗ってる感じ。、うん、すごい。しおんくんいかがですか？いや結構気持ちいいです。気持ちいい。どういうとこが気持ちいいですか？いやなんかこれが引いて、なんか集めるとなんかすごいスッキリするというか。おお、どんどん綺麗になっていくから。はい。いいね。こういう神社のお掃除とかするのは初めて。初めて。最初どんな感じに誘われた？ああ、本当にゆかりちゃんからこう、うん、まあ、神社清掃やってるからもし、まあ、時間とかが合えば、手伝ってねみたいな感じ。おお、その時はどう思ったんですか？ああ、もう全然今もう冬休み中だから、どうせ暇だし。確かに。手伝おうかなと思って。うん。来てみてどうですか？いやー、やっぱり皆さん優しい方ばっかで、うん、明るい人もいっぱいいて、あ、すごいいいなと思います。さきちゃんどうですか？始まったばかりですけど。朝の空気がまずいいですね。あ、そうね。朝から神社でお掃除してるんで、うん、素晴らしいと思う。なかなかない。うん、なかなかない。なんか楽しい音楽がかかってるね。楽しそう。今日は静かやな。え？なんか今日静か。今日静かだね。なんだろう。なんでやろ。なんかびっくりするぐらい静かだ。山っちも眠そうだ。うん。しのけが引いてる。なんでりっちゃんが一生懸命やってる。ローテーションに入れたのって、ついて置いて。入れちゃいます。すいません。気持ちはいますよ。いや、心がね、うん、綺麗になった。綺麗になった？なんかさっき自分の中のドス黒いドス黒いものを取るのが今日の意気込みって聞いてたけど、今日お祓いをちゃんとしに。それアーメンやな。ちょっと違うね。ちょっと違うね。お祓いをしに行ったんですけど、うん、いい感じで 5% ぐらいは綺麗になったかな。本当？はい。5% ね。徐々にね、また継続が大事。確かに。いや、ぜひぜひ、本当に最高でした。よかった。ありがとうございます。いや、もう神社清掃最高。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、はい、ではでは、また会う日まで。来年かな。良いお年を。良いお年を。良いお年を。本当だ、綺麗になってる。すごいね。昨日飲みすぎた。あとシンプルに腰痛いっす。腰痛いの？なんで？おじさんかがむと腰痛くなっちゃう。ええー、
すごいな、あっという間に綺麗になってますね。ゆうちゃん早いですね。お掃除するの。うん。神社楽しい？ゆうちゃんは神社が好きなんですか？うん、好き。和風とか好き。うん？和風とか好き。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。よく来るんですか？よく来るほどでもないけど、散歩とか。そっかそっか。ね、お掃除やりたいっていうふうに思ったの？うん。なんでかな？神社が綺麗になって嬉しくなるし、うん、神様も喜ぶから。あ、そっかそっか。あ、そうだね。今も喜んでるよ。うん。すごい綺麗になってきたらね。ありがとう。おお。ありがとうございました。どうも。飯だ。飯だ。はい、じゃあ皆さん、麺食いのチャーメン餃子食いましょう。チャーハンもよ。いただきます。いただきます。すごい。何これ？え？